今仕事終わりました。2023年3月12日これ分かりますか？これスギ花粉ですよ。これもうね、今日はひどいね。これ真っ黄色だね。怖い怖い。すごい、もうね、花粉症の人は今日すごいですよ。僕もそうなんだけど、半端ないですねこれ。うわー、早くちょっと退散しなきゃですねこれね。うわー、今日はこれすげえ。これが恐ろしいですよ。これちょっと触ってみる。これ、いや触んない方がいいか。これはすごい。うわー、症状出るわけですよね。いやこれはすごいね。もうね、目ひどいことになってますよ今日。100均でね、花粉メガネ買ってきたんですよ、お見せしましょう。ズバリこれです。どうですか、似合いませんよね。これちょっとなんかこういうヘリになってるというか、これ見てください。これひどいよね。いやー、花粉メガネが、まあこんなん別に効いてるかどうかちょっとわかんないですけど、とにかくひどいですね。今日はこれからね、靴を買って帰ろうと思います。工事成果、でね、そろそろ靴がボロボロなんで、今セールやってるんでね、工事成果で靴買いに行ってきます。はい、いつもね、あの靴を買うところは決まっていて、靴ってあの革靴ね、革靴はもう同じところでしか買わないです。工事成果というね、そこで作ってる、ね、手作りなんだろうね多分ね、靴を僕は買います。年に3回ぐらいね、工場セールっていうのをやるんですよ。このね、今新潟市西区なんですけど、とっぱらというね、住所のあたりですね。左側に見えてるのはね、上越新幹線ですね。上越新幹線の、まあ、ガードがね、左側ずーっと走ってるんだけども、そのね、下の側道っていう感じですね。こちらの方をね、まあ、あの燕市方向にずっと行くとですね、このね、上越新幹線の真下ぐらいにあるんですよね、工事成果。そこにね、まあ、靴工場なんかもちょっとね、撮影できるかわかんないですけど、一応聞いてみようかなとも思っております。まあ、靴がたくさん陳列されていて、このセールの時はね、まあ、本当にまあ楽しいというか賑やかになりますね。中には靴がたくさんあって、僕はまあ同じ靴しか買わないんですけど、いつもねアッシュールってやつを買います。8000円か9000円、まあ、近年ね、ちょっとずつ高くなったのかな、ちょっとずつ高くなってるのかもしれないですけど、このセールの時はね、まあ、非常に安く買えるということでですね、まあ、気に入ってる革靴をですね、これから入手しようかなと思います。今回はね、金曜日から始まって今日日曜日までの3日間、大体まあ3日間ぐらいだったりするのかな、いつもそんな感じになります。ここですね、新幹線真下あたりですね。開いてるかな、開いてない。お、開いてた。こちらになりますね。結構久々にやってきましたね、工事成果。行ってみましょう。これやっぱここで作ってるものなんですね、これ。うわー、ありがとうございます。今ですね、あの店員さんに、お話ができてですね、この靴をねここで作ってるということでですね、これからちょっとね中の方ね、せっかくなんで陳列されてる靴をね、剃らせていただこうかなと思いますんで、このからね潜入します。はい、この目わかりますか？もうね、もう花粉が今日やっぱりすごすぎて、もう重症ですね、重症。せっかくなんで中潜入します。入り口にはね、こういった服なんかがね、やっぱ革を扱ってるから革製品がねやっぱ置いてあるんですよね。このジャケットなんかも結構おしゃれですよね、すごくね。お洋服に関しては割合女性ものが多い感じがいたしますね。こんな感じで、あれとかもこれメンズなのかな。へえ、お値段なんかは3万9600円。あ、結構する。でもなんかいいですよね、いい革を使ってる感じがするね。わあ、4万か。いやー、結構するね。でも多分レディースだね、多分レディースっぽいね。防水スニーカーなんかも売ってるぜ。あ、ベネトンじゃないですか。ベネトンの靴とかも売ってるんだね。お邪魔します。靴はねこんな感じでなんかワクワクしますね。仕事用の靴といえどね、やっぱり結構僕はこだわりたいタイプなんで、僕は基本的にこのね、今回8600円で売ってるね、本当の値段は1万8900円ですよ。
税込みで9400、まあ 5% オフ、現金だとね、割引で 5% オフで買えます。このね、僕はアッシュールというやつをね、もう買ったんですけど、工事コレクションとかここで作ってるんですよ。これすごいですよね、よくできてる、めちゃくちゃ好きな靴です。他もね、いろんなタイプが売ってるんでね、本当にまあどれも気になる。一回これも買ったことあるんですけどね、これも一回買ったことがある。みんなね、どれもかっこいいんですよね。こういって革にほらなんか加工してあるやつなんかもすげえかっこいいなと思うんですけど、僕はまあね、いろいろトータルなねことを考えてですね、まあ、あとはよりかかとの高い靴をやっぱり選びたい、ね、ちょっとでも背を高く見せたいというね思いがある、正直に言うと。そしてこういったなんかほらスウェードのタイプなんかもあるんですよ、これ、買ったことないけど、このスウェードのタイプの結構渋いですよね、かっこいい。あ、この革靴本当にいいですよね、この匂いがまたたまらないですよ。これなんかもいい色合いだよね。はなんか中取れると思ってなかったんですげえ嬉しい。店員さんの方からね声かけていただきました、すごいありがたいです。今度ね靴を作ってるところなんかもね、撮影させてくれるなんて言ってたんで、ぜひお邪魔しようかなと思っております。この辺の女性の服はね、なんと詰め放題3000円と、もうこれすごいね、なんか投げ売りな感じ、投げ売りな感じ。男物の服はなんかあんまりなさそうだけど、女性もの 70% オフとかすごいね、もうね、これもやけくそみたいな感じになってくるな。よく見るとこの辺はほら靴を作る機械がね置いてあるんですよね。これとかほら見たこともない機械だけど、靴をね作る機械ですね。まあカバーかかってるものもあるけどね。この辺はそうだね、メーカー品だったりするみたいですね。これはねこの辺で作ってるのじゃなくて既製品ですね、そういったものも売ってます。多分この女性ものの靴なんかもすごい豊富ですね。そして多分クッション抜群と書いてあるけど安い、すごく、綺麗ですね。なんか色とりどりでなんか美しいですね、すごいね。こういうほらラメの靴なんかも売ってますよ、まあ、既製品、これは多分既製品だろうけど、この辺は大きいサイズの女性もの、これなんかここで作ってるっぽいね。わあ、これかっけえね、すごい。片足しかないけどこれめちゃくちゃかっこいいね。わあ、25、小さいけどいいね、これかっこいいね。これ26あったら欲しいぐらい。みんなここで作ったもの基本的に。うわー、何で染めるんですかこれ色。もともとってこう茶色とかなんですか。この革を染料を使って塗り重ねてっていう。これって売り物なんですかこれ。これ売り物です。ああ、なるほど。うわすごい、これ本当に、うわこれはかっこいいですね。めちゃくちゃなんかいいですねこれ、本当いつか買おうかなと思っていつか買いたいと思ったんですけど、わあすごい。毎回やっぱりでもこう品、こうなんて品揃えが変わってるからやっぱ売れてくるんですよね、やっぱりね。そうですね。で時間があるときに、はい、こうなんだろう、色見本っていう形で作って。あ、なるほど。例えばオーダーみたいなこともできるんですか。これが一応オーダー、これを見本にしてもらって、あ、ね、靴を形を選んでもらって、なるほど、色を選んでもらって。僕例えば買ったさっきのアッシュールとかでも別の色みたいなこと可能なんですか。あ、可能です。おお、なるほど。ここでみんな色つけてるので。おー、そうなんですね。じゃあこういったなんか例えばこういうね、あの加工なんかとかも、はい、なんか好きにこう自分で行って選べるというか、例えば基本的には色。あ、色、あ、なるほど。そうなんですね。いやー、すごい。でこれぐらいの値段でできちゃうんですか、それともかなりもっと上がった。この値段でオーダーしてこの値段。これ別に買うこともできるんですか。あ、これは、あ、これは売るもんじゃないですね。あ、サンプルなんですよ。サンプルなんです。だから片方なんです。そうなんです。あ、なるほど、了解です。どうしてもこれがいいって言えば、はい、あ、なるほど。もう買ったらしてるんですけど。 あるんですか。あります。あ、一応左右で作ってある、はい、あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあこれ見本なんですね。じゃあちょっとこれあの撮らせてもらって、あのあれです、じっくり選びます。ありがとうございます。なるほど、色見本だったんですね。どれがいいですか。僕基本的にグリーン好きですからね。
これなんかまんまこれとかもまんまこれとかもいいかもしれない。めっちゃかっけえっすね。あいつか買ってやろうと思ってんすよね僕。これ前からね顔買おうと思ってたんですけど結構まあまあ、ね、でもこれフルオーダーでね作ったとしてこの値段って多分めっちゃうんこ安いですよこれ、ね、2万9000から300日のものが1万6200円ですごいです ね、 ねこのやっぱりオーダーのねカラーの靴は本当にいつか欲しいなと思っております。すごーい。この辺なんかもねこういうのとかもフォーマルで使うのはねこれが入ってる方がねいいとか言ってねあの前聞いたことがあるんだけど、だから僕は娘の結婚式の時は、ね、あえてちょっとここで 買うタイミングがなかったんですけどこういうやつをねあのよりフォーマルねこういろいろなんかランクがあるんですよね多分ね。その式典によってね結婚式だとこれとかねあの細かく分けるといろいろそういうことがある。これなんかもね素敵ですよね。これちょっとフォーマルで履くにはちょっと派手なのかもしれないですけどね。黒い靴なんかもねやっぱり前はね黒ばっかり買ってたんですけど今アッシュールのあの茶色いやつがやっぱりめちゃくちゃ気に入っちゃってずっとあれもう多分5足目ぐらいだと思うんですけど、はい、靴底なんかもねいろいろねあのいろいろあるんですよね、うん、こういうフォーマル用のねこういったのもねちょっとね1個欲しいなとは思ってるんですけどね。めっちゃ楽しいですね。以前ねこのつま先が尖ってるようなタイプも買ったことがあるんですけどこれもなかなかいいですよね。いい色ですよね。この茶色とか黒とかもやっぱりここで染めてるっぽいですよね、うん、なんかねどれも本当に、うん、どれも履いてみたいですね、うん、こういったなんか歩きやすそうなタイプの革靴なんかもある。いやすごい。これもアッシュールっていうみたいですね、うん、これめっちゃ履き心地良さそうですね。これもやっぱり8600円です。めちゃくちゃ安い。ベルトなんかも売ってますよ、ね、これはまあ既製品なのかもしれないですけどこれも比較的ねあのねあのお買い得な値段です。2000円ぐらいで買える多分本革のベルトですね。社員割引価格とか書いてありますね。あれ壁に貼ってあるやつ多分革ですよね。牛革あれもう本当ああいう革を使って作ってんのかな。もうもろにね。いや本当靴作ってるの見てみたいですね。どうもありがとうございました。楽しかったですね。めちゃくちゃまた来ました。ありがとうございます。ご苦労様です。お邪魔しました。はい、はい、そしてあのこちらのね 5% 引きのねクーポンが、LINE で友達になるとねあの来るんですよね。でそしてセールのねお知らせなんかも来るんでね非常にありがたいんですけど、ちなみにこの 5% 書いてある通りですねあの現金でしか使えないみたいなんでですね、他にねまああの割引この割引は使えないけれども、ペイペイだとか D 払いだとかね、まあ、QR コード決済みたいなのとかねそういった電子マネー系もね使えるんで非常に便利でございます。ぜひ、来てみてはいかがでしょうか。はい、ちょっと目が腫れてますけど、あまりにも花粉がひどいんで今日はね、まあ、冒頭のね車の映した通りなんですが、買ってきましたのはですね、こちら26センチですね。僕はまあ26センチがほとんどですね、まあ、一般的な普通な大きさだったりするのかな。こちらになります。アッシュールっていうみたいですよ。工事コレクションって書いてあります。はい、めちゃくちゃかっこいいですよね。これがほら9000円弱で買えちゃうんですよ。めちゃくちゃ安いですよね。そしてまああの履き潰した履き古したものはお見せしましょう。これね一応ねあの靴クリームとか最初にね結構塗ったりもするんですけどまあ大体そうですね。でもすごい長持ちする。これまだ全然履けますからね。かかとなんかもここで交換してくれるらしいですよ、やってくれるんだけどまあね、かかと買えるのいくらだったかな、なんか聞いたんですけど、結局、まあ、買った方がいいかなとか思って、結局、ほら、ヨレヨレになってきますからね、この革の部分もね、ただやっぱりちょっと、なかなかこうね、使い古したのも捨てられなくてね、今までの靴、ほとんど取っといてあるんだけど、なんかこう、再生とかもできるらしいんですよね、裏もツルツルになってしまいますね、これで大体、まあ、そうだな。1年は多分履いてないと思うんだけど、前回これ動画にしたかな。これもしかしたらね、セールじゃなく、あの、西堀ローサのね、ところで、西堀ローサっていうのはね、あの、新潟市内でね、唯一の地下商店街なんですけど、そこで買ったものかだったかもしれない。でも本当に気に入っていて、このね、履き古してきてもね、味があるというかね、すごくいいんですよね。こんな感じ。
はい、こちらになりますね。もうこれずーっとこれですね。同じの毎回買ってるんだけど、本当におすすめですよ、工事製菓さん。このね、工場セールはね、今回今日でね、まあ3月12日でこの3日間で終わりなんですけど、まあセールじゃなくてもね、常に買えるところが、西堀ローサです。はい、西堀ローサの動画過去にね上げてますんでね、場所はどこだっていう方はですね、動画見ていただいてですね、新潟市のね繁華街ですね、古町という繁華街にねのね地下街にあるんですよね。これまあ本当になんか嬉しいですね。こうやってね新しい靴を購入すると。そして本当に今日ね来てよかったな、収穫だったですね。お店の方とね、たくさんお話をできてですね、それもねせっかくなんでアップロードさせてもらおうかなと思います。はい、まあ今日はねこれ案件じゃないんだけど、僕ちゃんとこれ自分で買いましたんでね。まあ9000弱で買う、毎回同じ靴を買ってるんだけど、メイドインジャパンのですね、工事コレクションアッシュールを今日はね購入するというね動画でございました。はい、まあ今日はねこのねルンルンでお家に帰ろうと思います。はい、まあこういった動画も、たくさん上げてますんでですね、過去動画なんかもぜひ見ていただいて、工事製菓のね、動画はですね過去にも上げてるんですけど、まあ中はね撮影確かしてないんで、Facebook かなんかのね写真を使わせてもらってね、そういった動画過去に上げてます。はい、その他ですね、まあ魚釣りをする動画だとか新潟駅の動画だとかね、新潟にまつわる動画たくさん上がってますんで、ぜひね他の動画なんかも見ていただければと思います。そしてですね、チャンネル登録、グッド評価、コメントなどぜひね入れていただけるととても嬉しく思います。はい、とりあえず今日はね、工事製菓で靴を買うという動画でございました。花粉がひどいんでね、とにかく家に帰ってですね、まず目を洗おうかなと思います。はい、こんな顔で失礼いたしました。はい、また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。